ンジャー佐渡チンです。今回ですね、千葉鑑定団止水店にやってまいりました。お店のね、商品とかガチャも購入していきたいと思います。行ってみましょう。入店買っていきたいと思います。2000円残して、そしてプレゼントします。当たるのはですね、こんな感じですね。まあこれ当たったらいいなっていう感じで、マットは何になるのか、これは全部当たりでしょ多分ね。ただーん、サニーショー。あー、ここだここだよ、サニーショー。なるほどね、一番くじの、低い解消とかそういうことなんですね。まあもしくはコップとか。はい、ということで1回目はシャニー賞でした。今500円消化。こちら3000円ガチャ、一体何が出るのかやってみましょう。あれ、1回2000円でした。2000円にチェンジされてます。やったぜ。え、これで2500円消費だね。じゃじゃん、米賞。ルフィと、あ、これ2個セットなんだ。いいじゃん。ウソップとルフィにしようかな。シーカワガチャー、1回500円です。狙うは S 賞か A 賞。3000円目。頼むよ。S、A、B、C!ついてない。なるほどね、洗濯ネット。あ、これちいかわじゃないの、洗濯ネットまさかのポチャッコだわ。なるほどね、シーショー痛いね。さあ、5等分の花嫁ガチャ、1回500円。これも1回チャレンジ。 B ではダメか。 B が一番下なのかな。C あった C あったよ。どこ C? C 賞2枚でぬいぐるみとか、 C 賞1枚で、あ、C 賞1枚だわ。一番くじのやつだね。いろいろなガチャあるやん。しかも400円だ。どこかしらで当たりを引きたい。東京優勝だって、日本ダービー。これ来たんじゃん。どれ、うん、勝ちですか。もう俺いいと思うよ。多分 C 賞がこっちやでしょ。こっち申したな。当たりやったね。まあ1番は有馬記念だと思うんだけど、もう一回やろうかな。面白かったから。 C 以外でお願いします。菊花賞。え、楽しいんだけど。どういうこと。これ当たりなの。当たりでしょ、全然。あ、消したっすね。ね、400円じゃ買えないよ。C 賞。これカプセル開けずに店員さんに渡してくださいだって。こちら、当たる確率は2分の1。天国か地獄。目指すは PS5。PS5、PS5。えぐい。やだ、3000円がこれだよね。やだ、ポチった。3000円がこれなの。これは外れ。絶望やね。5等分の花嫁のあれ、2000円で使わなくちゃいけない。ストップボタンはございません。悪くはない。えぐい強かったね。なんで。ラスト決まれ。やった。 Thank you。
持ちいい。最後2000円使って終わりだで。好きなのあげます。どれがよろしいですか。適当に1個選んでください。それではこちら購入して中身を見て終了したいと思います。はい、ということで1万円企画終わったんですけれども、最後こちらの中身をチェックして終わりにましょう。なるほどなるほどなるほど。5等分の花嫁馬娘リゼロだけではないんだね。なるほどなるほど。結構入ってます。そう、ラブライブ600円ってなってる。ソーダとオンライン1400円、いいお値段。そしてラブライブとソードアートオンラインが多めか。ラブライブからのヌードルストッパー、いいですね。スペシャルウィークカンコレ、詳しい？詳しくないです。俺も詳しくないんだよね。でも1000円するね。こちら1000円、マクロスフロンティアランカリー、知ってる？知らない。あーもったいない。面白いです。あとね、めっちゃ入ってる。ラブライブ多いかな。他の作品が入ってたとしてもちょっとね詳しくないんだけれども、基本ラブライブシャンシャインだね。サンシャイン。そして最後じゃん、エヴァンゲリオン一番くじと、またソーダアートオンライン2000円だって。高い。というわけでいかがだったでしょうか。千葉鑑定団止水店さんで1万円企画でした。たまにはね、UFO キャッチャーメインじゃなくても面白いのではなかったでしょうか。この動画を楽しんでくれた方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でしましょう。バイバイ。よし。さあ、それでは始まりましたリコリスタイムということで、こちらのフィギュアを取っていきたいと思います。ストップボタンはございません。うまく取れたら最高です。止まるんじゃねえぞ。ああいい、これで取れたら超すごい。まずいか、まずい。あパワーがあれば回せる。いけ、回れ回れ回れ。ちょっとついて、ちょっとちょっとだけでいい。ちょっと OK、 お願いします。いけ、そのまま、やったー。ミスっちゃったけどゲット。ミズコ再販された。再販ではないのかな、初代のな。クオリティが高い気がするやつ。うん、ピトって落としたもんね。相当バキバキバッキーなの。感想としては全然取れなくないけど、一回ミスるとなんか全部終わるイメージだね。だから上手い人が来たらもう簡単に取ってきそう。ここは運命の一手。ストップボタンはございません。お願いします。 OK、 ありがとうございます。熱こう、奇跡起こる。やあ、おいしそう。ビアードパパのお菓子。おお、こういうのは左のやつがクソ邪魔なので左もどかします。おお、
止まるんじゃねえぞ。うわ、危うい。うわうわ、ダブルゲットチャンス。止まるな。うん、頑張れ。おっしゃー、ビンゴカードゲット。これビンゴカード取るやつだったんだね、きっと。そうだね、やめるか。これもクレナ3、クレナ3、クレナ3っていうのは寝台でございます。1点目はめちゃめちゃいいね。ストップボタンはございません。おっと、押さない、かけない、喋らない。 OK、 いかん。作戦、あー巧み。手素直に取れてくれてもいいんですよ。やったースターバー。ギュッ、動け動け動けって。おお、めっちゃ動いてた。あ、各種1個まで。どういうことですか。どういうことですか。ジャストフィットだよ。うん、これちなみにね、150円か200円ぐらいで一つ売ってるんだよ。200円いかないかな。取る楽しみプライスレス、お願いします。 OK、 タンチ。意外と軽い。